2022シーズンの日程も発表され、各チーム新たなスタートを切りました。今シーズンはこれまで長期にわたりチームを支えてきた選手たちが電撃移籍するなど、衝撃的な移籍が多かった印象があります。そこで今回は今シーズンの私の予想順位を発表していきたいと思います。各チームの移籍情報に加え、昨シーズンの順位を踏まえて予想してみました。それでは参りましょう。私の予想順位はこちら。第18位は清水エスパルスです。昨シーズンは14位で終わり、なんとか残留を決めましたが、今シーズンそこまで大型補強がなかった印象です。鹿島から白崎選手、柏から神谷選手を獲得して、昨シーズンの課題でもあった得点力不足をどこまで解消できるかが J1 残留を大きく左右しそうです。第17位はサガン鳥栖です。昨シーズンは6位でフィニッシュするものの、金明輝監督が退任し、主力メンバーが大幅に引かれるなど大きく戦力を落としそうです。藤田選手が復帰し、どこまでチームを立て直せるかがポイントとなってくるでしょう。第16位は柏レイソルです。2020年にオルンガ選手、2021年には江坂選手、2022年にはクリスティアーノ選手、瀬川選手、神谷選手と前線の選手の流出が続く中、今シーズン神戸から加入したドーグラス選手がどれだけ柏の攻撃を支えられるかが肝となってきそうです。第15位はサンフレッチェ広島です。上福監督が退任し、ドイツで指揮を取っていたスキッペ監督が就任。どんなスタイルで挑むのか注目です。久々に野津田選手も復帰するので、かつての黄金期のようなサッカーを繰り広げれば上位進出も夢ではないでしょう。第14位はセレッソ大阪です。ブルーノ・メンデス選手が復帰し、浦和から山中選手を獲得したものの、そこまで大型補強がなかった印象です。チームを牽引していた坂本選手や大久保選手の穴を誰が埋めていくのかがポイントとなってきそうです。第13位はアビスパ福岡です。昨シーズンは J2 から上がってきたとは思えない好成績を収めました。今シーズンは5人の外国人選手が去る中、昨シーズンの J2 得点をルキアン選手を獲得し、名手長谷川監督のもとどんな戦いを繰り広げてくれるのか楽しみです。第12位はジュビロ磐田です。 J2 得点をルキアン選手がチームを去る中で、浦和から期限付き移籍となった杉本健雄選手や清水から金子翔太選手を獲得し、遠藤康人選手と彼らがうまくハマれば上位進出も見えてくると思います。第11位は湘南ベルマーレです。米本選手、長木選手といった J2 屈指のボランチの選手を獲得し、湘南スタイルにマッチした戦力を補強した印象です。山口監督のもとどんな試合を繰り広げるのか注目です。第10位は FC 東京です。スペイン人の新監督を迎え、仙台からスオビク選手、鳥栖から山下選手を獲得し、ボランチに今シーズン高校サッカーで最も注目されていた松木玖生選手を獲得するなど、バランスよく補強した印象です。ここ数年青森山田から武田秀俊選手、藤原雄大選手と毎年キャプテンがレッツに加入していたので、松木玖生選手もレッツに来てくれるかと思ってただけに少し残念ではありますが、プロの世界でどこまで通用するのかとても楽しみです。第9位はコンサドーレ札幌です。注目選手は何といっても川崎選手です。2020年まで9年連続2桁得点を記録し、現役選手では通算得点ランキング1位にもかかわらず、昨シーズンはリーグ戦わずか1得点で終わりました。今シーズンは恩師ミシャ監督のもと、どこまでゴールを量産してくれるか注目です。第
8位は京都サンガ FC です。12年ぶりの J1 となる今シーズン、昨シーズンから正式に指揮を執るチョ・キジェ監督が就任してからわずか1年で J1 昇格に導くなど、監督の偉大さを改めて感じさせられました。マルティノス選手や大前選手が加わり、 J1 の舞台で大暴れしてほしいです。第7位は横浜 F マリノスです。前田大然選手や大木原選手、ティーラトン選手、天野選手と中心選手がチームを離れ、新戦力としてそこまで大きな補強がなかったので、大幅に順位を落とすのではないかと予想しました。 ACL もあるので、チームの戦力をどこまで保てるかがポイントとなるでしょう。第6位は名古屋グランパスです。各ポジションに名だたるメンバーが揃っている上に、鹿島からレオシルバ選手、セレッソからシアゴ選手と実績のある選手を補強したので、新指揮官長谷川健太監督のサッカーがうまくはまれば上位進出もあり得るでしょう。第5位は川崎フロンターレです。チェコ選手やサナティップ選手といった即戦力の選手を補強したものの、田中碧選手、旗手選手、三笘選手の穴はやはり大きかったのではないかと思います。昨シーズンリーグ優勝しましたが、シーズン前半戦のような圧倒的な怖さはそこまでなくなった印象です。どこのチームも川崎対策をしてくると思うので、川崎の時代もそろそろ幕を閉じるのではないかと思い、5位に予想しました。第4位はヴィッセル神戸です。昨シーズンクラブ最高成績を収めた神戸は、浦和から牧野選手、ゆるき選手を獲得し、横浜から大木原選手を獲得するなど、今シーズンも主力選手を獲得しました。各ポジションに代表クラスのメンバーが揃っているので、三浦監督がどこまで選手たちを生かせるかがポイントとなってきそうです。続いて第3位、鹿島アントラーズです。鹿島を牽引してきた選手たちがチームを去っていくものの、鈴木優真選手が2年ぶりに復帰し、前線の迫力が増してきました。バイラー新監督のもと、鈴木優真選手、上田綺世選手のコンビがうまく機能すれば上位に食い込んでくるでしょう。続いて第2位はガンバ大阪です。今回大型補強はなかったものの、斉藤美月選手、石毛選手などチームを牽引してきた選手を獲得し、宇佐美選手や三浦玄太選手など主力選手がチームに残留していて、今シーズンにかける思いが伝わってきました。片野坂監督のもと、攻撃的なサッカーでチームをどこまで再建できるか注目です。今シーズンはレッズと熱い上位争いを繰り広げたいですね。そして第1位は我らの浦和レッズです。20人の選手たちがチームを去り、13人の選手を新たに補強して大幅にメンバーを入れ替えて挑む今シーズン、いかに早く戦術を浸透させるかがポイントとなってきます。しかし昨シーズンチームの中心となって戦ってきた選手たちはほぼ残留したこともあり、そこまで心配はないと思います。最前線に大型補強も噂されているので、どんなサプライズが待っているか楽しみです。いかがだったでしょうか。今シーズンは観客動員数の緩和が予想され、少しずつではありますがかつての光景が戻ってきそうです。まだ大声を出すことはできなさそうですが、毎週 J リーグが開催される当たり前の日常に感謝の気持ちを忘れずに、今シーズンも全力で応援していきましょう。そして今年はワールドカップシーズンでもあるので、 J リーグから日本サッカー界をみんなで盛り上げていきましょう。今日の動画はこれでおしまいです。 Dear Let's